ビジネス入国停止を妨害、経産省と農水省。自民党の佐藤正久議によりますと、経産省と農水省が技能実習生に絡み、ビジネス入国の停止を妨害していることが明らかになりました。現状、日本においては、失業率が上昇しており、人が余っておりますので、これ以上人を受け入れる必要はございません。また、海外においては、 感染力が2倍ほど高いとされるコロナの変異株の感染拡大が続いてしまっており、このような変異株が日本に侵入してしまいますと、単純計算で日本の感染拡大が2倍のペースに悪化してしまう可能性もございます。日本政府には感染症対策だけではなく、国民の雇用を守るためにも速やかに、 入国を全面的に停止していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。